はい、こんばんは、トイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。まあ今ね、朝撮影してるんだけど、多分この動画出すのはね、夜に出すと思うので、こんばんはということです。てなわけでね、2019年令和元年12月31日の大晦日です。はい、もう本当ね、今年1年本当にありがとうございました。てなわけでね、2019年最後の動画となります。まあ雑談なんですけれどもね、まあ、お付き合いいただければと思います。この先左からの合流があります。ご注意ください。はい、そんなわけでね、今年はもう平成から令和になって、まあそれが一大イベントかな。であとはね、その動画的には、まあ、うちのチャンネル、登録者がね10万人超えて銀の再生ボタンをゲットしたっていうのがね一大ニュース。まあそれに合わせてね、サブチャンネルも作ってみたんですけども、そっちはね現時点であんまり更新はしてないです。ただね、まあ、玩具とは別の裏側というか、まあ、日常メインでねやっていこうかなと思うんだけど、まあ、ちょっと今いろいろやっててね、そっちまで手が回んないなっていうのがあります。でまあその他ね、 YouTube 的にはまあ、自動オンライン保護法でしたっけ、まあ、あれ絡みでね、まあ、いろいろとざわついてますけども、来年からどうなるか分かんないんですけどもね、ポツポツと投稿は継続していきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、今ねここら辺は渋谷です。はい、今ちょうど朝のね、場所に向かってるんですけども、まあその他としてはね、まあ、今年2019年はね、まあ、いろいろ動いたんだけど、やっぱり海外旅行がでかかったかな。そう、3連発行っちゃったんですけど、そう、これはね、あちこちの動画でたびたびお話ししてるんだけど、大人になってそのパスポート取って海外行くっていうのはね今年初だったんですよ。でまあ第1発目が韓国で、ね、韓国も、まあ、これもちょっと他でお伝えしてるんだけど、正直ね、ハングル文字だったり韓国とかね、いいイメージが全くなかったんですよ。まあ、実際何かされたってわけでもないんですけども、マスコミとかね、報道とか、雑誌とか週刊誌、そこら辺含めてね、なんかあんまりいいように書いてなくて、それをねそのまま真に受けてたっていうのがあるんだけど、まあ実際行ってみたらかなり違ったなっていうのは正直なところです。でやっぱりその韓国ってだけでね嫌いっていう方もね、まあ、いるのも承知の上なんですけれども、まあ、実際行ってみたら全然ね、その報道とか記事とか内容が全く違うんだなっていうのをね感じて、なんだろうね食わず嫌いじゃないけどもね、すごいいいなと思って。でまあちょっと、ここら辺、まあ、映像は指すと思うんだけども、この先左からの合流があります。ご注意ください。はい、まあ韓国行って、でその次にシンガポール行ったんですよね。まあ、これはこれでねきつかった6時間7時間か飛行機乗ってて、もうね足がパンパンで移動が疲れたけど、まあやっぱり旅ってあれだよね、もう視野が広がりますよね。そう、今までやっぱり国内旅行メインで、まあ、そっちもちょっと継続はしていくんだけど、まあ昔からね沖縄ばっかり行ってたんですよ。そう、沖縄ばっかり行ってて、本当ね海外にはね目を向けなかったのがね今更ながらね悔やまれるところです。で、11月かに再びセカンド韓国、行ってきてね、そのガング絡みのその何、ヨントイズのデザイナーさんとか、あとクラスとか含めて、まあ、お食事したりね、現地を見てきたんだけど、まあとにかくおしゃれ、本当になんかいろいろなんか日本とは違った文化を見れるっていうのがねすごく面白くて、しかもね安いんだよね。北海道行くね、1回行くぐらいだったらもう韓国2回3回ぐらい行けちゃうんで、安くしようと思えばね LCC とか宿とか削ればいくらでも安くはできるんで、もう暇さえあればね旅行のサイトちらほら覗いてね、イメトレじゃないけど、ね、ツアー脳内で組んでみて妄想はしてたり、してますけどね。そんな感じでね2020年もちょっとあれこれ行ってみたいなっていうのはあります。やっぱりちょっと面白いなっていうのがすごくでかい。この先合流があります。ご注意ください。いや本当いいですよ。まあ、国内もね、
これ投稿してるのがそうか12月31日なんだけど、1月はね、大阪8割9割決定してます、うん、ちょっとね大阪とか京都とかプラプラ遊びに行こうかなっていうね、そんな感じで今組んでます、うん、なのでね、もう玩具の予算から旅行の予算に、うん、ステータス割り振りしてるんで、まあ節約するところは節約して旅行に持っていくみたいなね、そんな感じですよね。まあ旅なんてね、ほんと行っちゃえばねあっという間に終わっちゃうんだけど、行ったら行ったらなんかね心地よい疲れというか充実感というかね、視野が広がってね、国内旅行もねもっともっと行きたいんで、いろいろね考えてます。はい、まあ、皆さん今年1年はどうでした？なんかビッグニュースとかありましたらね、ぜひコメント欄とかで教えていただけると助かります。であとね、シールプレゼントとか、まあ、去年に引き継いで、まあ、やったんですけどもね、またちょっとね来年もやりたいなっていう、まあ、本当はね物品も用意して盛大にねやろうかなと思ったんだけど、ちょっとね手が回らなくて、うん、下準備ができなくてすいませんでした。右からの合流があります、ご注意ください。まあ、デザインも変えようかなとか思ってるんだけどね、まあ、やりたいこと気になることっていうのはものすごいいっぱいあるんだけど、まあ、これも毎度のことながらね時間が足らない時間はね作るもんだと言うけどもね限度があるよね、まあ、もうちょい効率よく使えるようになりたいなっていうのがあります、まあ、時間は有限なんだけどね、ついついあれこれやってしまうともう一日終わりかみたいな、本当にねあの1年経つの早いんですよ。1年経つのが早いってことは1ヶ月も1週間も1日もものすごい早いんですよ。気づいたらもうね1日終わってたりね1週間終わってたり、もう本当ね時が経つのが最近めちゃくちゃ早く感じるんで、なんか一瞬一瞬思い出に残るようなことをしていきたいなっていう、そんな感じです。だそんな、この先左からの合流があります、ご注意ください。まあ、日記とかね Vlog がてらにサブチャンネル有効したいな、有効活用したいなっていうのもあるんで、まあ、あっちの方もねちょっと手をかけていきたいなと思います。まあ、多分ねこの動画投稿してる段階ではまだ、どこかのチャンネル予備部屋1になってるけど、一応ね2とかもあるんですよ、あの休眠チャンネル 4,5 年前に作って数本投稿してほっといてるやつがあるんで、それもなんかね活かせたらいいかなっていうのがありますね。ただまああちこちねチャンネル増やしてもね管理しきれないっていうのもやっぱあるんで、一つ一つねやっていけたらいいかなっていうのがあります。いやしかも朝の渋滞きついな、今ちょうど8時ちょい過ぎなんですけど、もう首都高はもう混んでます。さあ今12月かで、ね、なんだかんだで2019年はね、まあ、あの今日 家出る前ざっと投稿した本数数えてみたんだけど、300大体70ぐらいか、うん、そのライブ配信でもね別にアーカイブ残さずに消してしまったのも何本もあるんですよ。だけど残ってるのが370ぐらいか、まあ、これ今撮影してるのがあの28ぐらいか、28か今日そう28なんで、多分もっと変わってると思うんですけれども、まあね目標はね1ヶ月に30本、まあ1日1本ペースでっていうのをね目標にはしてたけど、やっぱ難しいよね、なかなかきついもんがある、まあ、かといってねその毎日投稿しなきゃってねなんか焦っちゃうとね、それもそれでなんかねあれなんで、結局なんかやりたいように気ままにっていう、まあ、そんな感じでね進めてたわけなんですけれども、いやなんだかんだ370ぐらいか、うん、朝の数えた段階で、うん、まあなのでね、まあ来年も同じペースでできたらいいかなとも思うんだけどね、どうなることやら。そう、まあ、先ほどもねちょろっと、この先左からの合流があります、ご注意ください、まあ触れたんだけどね、そのなんだっけアメリカの突破法ってやつ、そうあれもねどういうね動きになるか分かんないんですよ。その投稿してる側の
まあ、人だったらお分かりいただけるんだけど、まあ、この動画は子供向けですかとか、はい、いいえっていう、まあ、選択があるんだけど、なんかおすすめに表示されなくなるとか、なんとか、まあ、いろんな情報があって何が正しいやつか分かんないんですよ。で、その本国の YouTube からのね、情報が、ね、ちらほらアップデートで出てるんだけども、それもね、なんかふんわりぼんやりとした表現なんで、これはこうですよ、あれはこうですよみたいな。この先左からの合流があります、ご注意ください。そう、明確に言ってくれないのが怖いんですよね。そうで、まあね、そのアナウンスの中でちらつかせてくるペナルティだ、こういうケースはこうだって、まあケースバイケースっていう言葉もある通り、まあそうだとは思うんですけどね、あんまりにもね、ざっくりしすぎてどういう動きをしたらいいのかよくね、分かんないんですよ。なので、まあ始まってみないとね、分かんないんですけど、それがもう明日から1月なんで、まあいろいろ変わると思うんですけどね、まあ、状況を見ていろいろね、動きを臨機応変に取っていけたらいいかなっていうのはあります。まあ、ただその今のね、このチャンネルに関しては、まあ投稿は継続で、まあ、続けていくのと、この先すいませんね、右からの合流があります、ナビがご注意ください。そう、投稿はね、継続で続けていくのと、まあ、サブちゃんの方もね、ポツポツと、まあ、やっていけたらなっていうのがありますのでね、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。いやー、でもこの動画をね、公開してるのが多分31日の、夜だと思うんですけど、あと数時間後で明けましておめでとうそんな感じなんですけど、明けおめ動画多分この帰りにでも撮ろうかなとかちょっとね思ってます。で、年末のねライブ配信もどうしようかなって思ってるんですけど、まあできたらやりたいなと思ってます。そう、結局なんかね、ゲームの方もね、ちょっといろいろやってみたいな。キャプチャーボードとかはあるんですよ、ただ開けてなくて放置してるみたいなねそんな感じなんで、やりたいことはいっぱいあるけども、全てが後手後手に回ってるみたいな、そんな感じなんで、まあいろいろやっていけたらいいかなっていうのは思ってます。いや、本当にね、もう1年間早かった。でね、今年からっていうか、この動画、そうだよね、今年からうちのチャンネル見てくれた人、昔から見てくれた人いっぱいいると思うんですけれども、本当にね、皆さんありがとうございます。深くお礼を申し上げます。ただね、たまに言われるんですけど、ニコニコ動画見てますよ、頑張ってくださいとか、知らんがなっていうのがあります。あっちゃなんかね、無断転載されてる動画結構あるらしくて、もうアカウントは作っても10年以上かな、もうログインしてないんで、もうあっちの方は全然わかんないんですけど、そう、ニコニコのことで言われてもね、ほとんどスルーすると思います。無断転載してるやつが結構いるみたいで、この先左からの合流があります、ご注意ください。その現時点ではその YouTube と、あとはその、ウーム経由でトップバズってところ、その2箇所だけでの投稿なんで、それ以外のプラットフォームではね、動いてません。まあ、YouTube メイン、まあ、トップバズの方はね、あの自動同期っつって、 YouTube で投稿したものがね、リンクして移動するシステムなんで、あっちももうアカウント作って放置なんで、まあ、交流は本当 YouTube とか Twitter メインかな。で、 Twitter に関してもね、その、まあ、動画アップしました、今日はこれをやりますみたいな投稿ってあんましてないんですけど、ただまあ海外玩具とかはあの辺はね、精力的にはやったつもりですけど、あんまりうまく活用できてないなっていうのが正直なところです。ほとんどね、ツイッターももうお出かけした後がなんか日々のつぶやきをつぶやいてたりするような感じなので、まあ良ければね、絡んでください。そう、なんかアットマークつけてトイハッピーってやれば来るのがリップ、それがリップか全然用語とか使い方もね、分かってない。そう、まあ気軽にね、絡んでくれたらね、多分返せると思いますし、まあ、気分次第ですけど、ぜひともよろしくお願いします。あとあれだ、 YouTube のコミュニティ欄、シールプレゼント企画の時に初めて使ったんですけど、あれもあれなんだよね、なんか YouTube 版の Twitter みたいな感じなんで、あそこもねちょっと書いていけたらなっていうのは思ってます。なんかね、新しい機能が実装されても全然ね使ってなかったり、
するので、まあいろいろねやっていこうかなと思います。そう、今ちょっとねこの先の方にちょっとね出かけてるんだけども、ちょうどねここら辺にバンダイ本社があるんだよね。今日はね駒形では降りないんだけど、ちょっとしばらく先まで行くんだけどね、はい、そんなわけで本当にね今年1年皆さん本当にありがとうございました。まあ、あとはね、まあ、ここ数日そのアップしたはいいんだけど非公開のまま放置してる動画とか多分公開してると思うんで、まあ、よろしければお付き合いください。来年もちょっといろいろねやりたいんですけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで以上トヨハッピーでした。ご視聴ありがとうございましたというのと、良いお年を。数時間後明けおめなんですけどね。それでは良いお年を。では。